特に長崎同じみんなが同じベクトル向いた時ってめちゃくちゃ強いってやってて思うんですよ、うんうん、これで勝ったらいい波に乗れるなっていう試合前の僕の具体的になんかこういうのしたらなんかそういうの解決できるんじゃないかなみたいな試合的にはまあどっちに転がってもおかしくないような試合展開だったかなっていうところで、まあ直近の試合で言ったらいわき戦、うん、勝って波に乗りたかった試合ではあったけど、そうですね、まあ、求めた結果とは違ったっていう感じで、うん、まあ、これ順から聞いた方がいいのかな、肌感とか実際の、まあ、こうだったっていうのと、もっとこういうのできたらいいんじゃないかとか、まあ、僕的にはまあ熊本戦ああいういい勝ち方、まあ、危ないシーンもなかったですし、そういう勝ち方をしてからのいわき戦ホームで戦えるっていうことで、まあこれで勝ったらいい波に乗れるなっていう試合前の僕の感覚はあって、まあ、その中でまあ0対0ってところで、まあ、守備の部分でも危ないシーンがあったりとかそういうのは多々あったので、まあ、そこは修正してって、まあ、攻撃の部分でもやっぱ、まあ、後ろからいいパスを給するっていうことは、まあ、あまり多くできなかったのかなっていうのは チーム全体としてもそうですし、まあ、僕個人としてもそうなんで、まあ、もっともっとシュートチャンスを多く作るだったり危ないシーンを減らすっていうのはやっぱ勝ちにつながってくると思うので、そういうところはやっぱ修正していくべきかなっていうのは思います。議場とかは外から見ててどんな感じだったとか。試合的にはまあどっちに転がってもおかしくないような試合展開だったかなっていうところで、まあ、チーム内でもっとあの選手同士もそうですし、あの、まあ、どうやってこうゲームを進めていくかとか、あの、まあ、もっとあのコミュニケーションを取ってもいいのかなっていうところで、あの、うん、得点を奪いに行くのかしっかり守るのかとか、まあ、そういう、まあ、細かい部分にはなると思うんですけど、うん、それってさ、なんか今コミュニケーションとか共有とかっていう言葉出たけど、具体的にはなんかどんな感じがいいんかなって。俺結構その今までのこの企画とか見てて、まあ、なんか同じようなコミュニケーションがとかメンタルの持ち方がっていうワードが出てるけど、具体的になんかこういうのしたらなんかそういうの解決できるんじゃないかなみたいなってある。まあ、熊本戦だけじゃないですけど、うん、なんか勝ってる試合ってなんかあんまり逆転したってよりかは先に立ち上がりでなんかトントンといっちゃうというか、うん、間違いないっていうのは結構あるなって思ってて、結構 0-0 とかこう引っ張られると、まあ、結構苦戦しちゃうというか、うん、なかなかこう勝ちきれないとか、うん、自分たちのその試合のタスクを達成できないっていうのが結構今の今年のチームっていうのは感じていて、うん、でそうなった時になんかあのどうするのかっていうのはもっとなんかその話さなきゃいけないのかなっていうのは思いますし、ここから先もう自分たちの、まあ、自分たち以外のチームもやっぱある程度順位が決まってくると戦い方がこうだんだんこう、まあ、本当に現実味が出てくるというか、こう勝ち点1でも OK とかっていうチームが出てきた時にそれをこじ開けに行かなきゃいけないっていう状況が出てきた時に、じゃあどうすんのってなった時に、多分それって監督だけじゃなくてやっぱり選手間でも、まあ、ハテナが出る時間帯は多分当然あると思うんですけど、でもそれをいち早く、まあ、誰かが気づいたんだったらそれをやっぱり伝えてやるべきなのかなっていうのは、その監督がやろうとしているサッカープラスアルファのところで自分の良さだったり、なんか意外と監督なんか自由なところは自由じゃないですか。まあそうね、やって OK だったら OK だし、うん、そうそう、まあ、ダメだったらダメだしみたいなところあるよね、うん、その自分の良さを出すために一人一人がもっとなんだろう、こういうのやってみないじゃないけど、まあ、ビルドアップでもちょっとこうしてみよう、ああしてみようっていうのがもっとすり合わせできれば変わるかなっていうところと、やっぱ勝った時の修正っていうのがもっとあってもいいのかなって、まあ、勝ちは勝ちだけどなんか負けて修正するのは結構当たり前だけど、なんか勝って修正してもっと良くなってそれが続いていけばやっぱり連勝にもつながるし、ゆうたくんはどうなんですか、その今言ったいわき戦も含めて。なんかチームとしてちょっと真面目すぎるとこもおのおのあるかなっていう、うん、っていうのはなんか言われたことをやるとか求められてることをやるっていうのは
もちろん大事だし、それが選手の仕事だけど、うん、監督がオーガナイズした中で、なんだろう、勇気持ってってか、行かなきゃいけないとこも多分あったりとか、うん、そこの、まあ、さじ加減になっちゃうけど、選手の。なんかそういう要素も必要なのかなとは思う。うん、確かに監督が求めてることをやんなきゃ試合には出れないけど、うん、じゃあ監督が求めてることだけやってたら、自分じゃなくてもいいし、出るのは、うん、そうですね、確かに監督もなんか選択するのは最後は選手だからっていうふうに結構ミーティングで言うじゃないですか、うん、だからまあそういうアプローチもあっていいですよね、絶対議場とか前怪我しちゃった試合とかもやっぱ議場途中から入ってきて、やっぱ縦パスの意識は多かったから、まあ、俺センターバックとしてはそういうチャレンジどんどんしてほしいし、なんかめちゃめちゃリズム変わったな、まあ、ナグも入って、うん、そういうなんか時間を作る選手たちがいたから相手も嫌だったろうし、やっぱセンターバックでやってて縦パス入れられるの嫌だから当たり前だけど、まあ、そういうなんか、ね、プラスアルファというか自分の色みたいのをみんながみんな出せたら強いよね、うん、でも現状ってそんな感じ？どう？なんかどのチームでもそうかもしれないけど、特に長崎、同じみんなが同じベクトル向いた時ってめちゃくちゃ強いってやってて思うんですよ、うん、負ける気がしないなって、うん、この前の熊本戦もそうだし、こうだよねみたいな、お互いが言わなくても分かってる状態の時ってすごいなんかやってて強いなっていうのが今年入ってすごい自分の中であるから、うん、でそういう状態を常に作りたいですよね。負ける気はしないっていうかね、あの戦い方、まあもちろんセットプレーだし、あんだけ入ればもちろん負けないけど、うん、って中でもその雰囲気みたいなのはあったし、うん、ただそれをどういうふうに作っていくかっていうことだよね。いわきでは多分純はそういう感覚、うん、そうすっきりはしなかったじゃん。まあ議長も言ったけど、どっちに転んでもおかしくないというか、うん、圧倒はできなかったかなっていうのは思います。それってなんでっていうか、まあ、もちろんいろんな要因あるから、うんうん、これって的確な明確なものが一つあるわけじゃないけど、うん、どういうことがなんか揃ったとか、こういうのが良かったからそこに繋がったんじゃないかみたいなのってなんか感じた。熊本戦は結構割り切って僕がサイドバックやってて、僕の方に、うん、ヘディングというかなんかゴールキックを僕のとこ蹴ったり、うん、ファンマがターゲットとしていて、それをすごい相手は嫌がってたし、うん、嫌がることをできてた結果が、うん、ああいう得点につながったのかな。で、いわき戦はどっちかといったら相手は前重心だったから、うん、まあ、そういうのも見ててもわかるし、うん、だからもっと相手の嫌がる裏にスペースがあったり、まあ、僕守備としてはもっとラインアップして、うん、その相手に威圧感を与えたかったし、蹴らせたかったし、なんかもっとそういう相手の嫌がることにアプローチするのも、やっぱ熊本対岩城ってちょっとかあの、うん、戦術が真逆というか、うんうん、だからこそ同じ戦い方じゃ、まあ、J2 もやっぱレベルも上がってると思うし、うん、ピッチでその相手の嫌なところをつけるのが大事なのかなっていうのはあるか、あ、まあ、お互いこう探りながら出足に見る試合がなんか多い、うん、それがなんかもちろんなんだろう、そうやってイーブンに試合進めていくこともすごい大事な時もあるし、それでゼロで前半終われば後半の仕掛け方次第でっていう展開もあるけど、うん、なんか相手を感じるって意味ではちょっとこう先手取りに行ってもいいのかなみたいなのは、確かにアクション起こしていくってことですね。そうそうそう、なんか強気に、うん、そうですね、確かに。じゃあ最後にまあ、これからの意気込みみたいなのと、まあ、自分がどういうふうにそこに向けてこう関わっていきたいとか。残り13試合、なんですかね、自分次第で J1 目標を叶えられるというか、僕がその相手のシュートをブロックできたり、まあ、そのフォワードを抑えられたらゼロに抑えられるわけ で得点力あるから、でそういうところで結構自分にベクトルを向けていて、個人個人が今の現状で自分自身チームにとって何ができるかっていうのをもっともっと強く考えて、個人個人が考えて、その結果が J1 昇格につながるんじゃないかなっていうふうに思ってます。すごいポテンシャルあるチームだと思う。でもまだまだもっと各々が
もっと高みに行けると思うし、その可能性信じて、で、おのおのがもっと高まることができたら、おのずと J1 行けると思うし、だからこそもっともっと上見てやっていかなきゃいけないなって思うんで、まあ本当個人のところでまずいいパフォーマンス、それをし続けることで示すこと、そこは今の直近の目標なんで、まずやっていきたいなっていうのあります。絶対、J1 行きたいんで、J1 行きましょう。バンス、ありがとうございます。まああの本当シーズン前にやった決起集会でもあれだけこうファンサポーターの人が来てくれて、こう J1 昇格しますっていう、こうチームとしての方針をこうみんな皆さんにこう届けてる中で、まあ、できなければ本当に裏切りというかってことにつながると思うので、まあ、何が何でもこう J1 昇格したいなと思いますし、まあ、なかなか今試合に絡めてなくて貢献できてないですけど、まあ、自分の良さと、まあ、自分の良さをしっかり出して、まあ、もっとこう自分から思っていることをあのチーム内にあの発信することも必要なのかなというのは最近思っているので、まあ、もっと話してで自分が試合に出た時に、なんとか勝ち点3に貢献できるようにやっていけたらいいなというのは思います。ということで、いいかな、目バキバキ。いいんじゃないですか。いいですか、いい、決まりました。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。